もうね、ここに来る前に1軒ね、ダイソーだけ1個見てきたんだけど、そうなんですね、サイズ的にね、ちょっとりみちゃんに合うのは1個もなく、しほちゃんもちょっとこれっていうのがなかったみたいなので、でね、決めました。はい、それで今イオンに来てるということで、いろんなところを見てきてると思います。はい、何箇所か ね、あるよね、売ってるところがあると思うんで、そこを行ってみましょう。はい、レッツゴーゴー。はい、三日月桃子さんに来ました。あ、ピーさんラブにラブね。あ、ピーさんこっちじゃない？ピーさん、難しい、厚底系、うん、あ、ピンクもあんだね。でも L はちょっとでかいもんね。 24.5、 私24だったらまだ履けると思うんだけど、ちょっと大きいかな。大きいかな。でもちょっと厚底ってのも微妙にね、なんか疲れそうじゃない？疲れちゃうかな。まだ小学4年生だからね、あなたもね、一応ね、うん、こういうのだったらいいけど、ちょっと好みじゃないでしょ。好みじゃないんだよね。あ、リミのサイズはないね。やっぱり大きい。あ、フラミンゴとかある、かわいい。ママが可愛いかもしれないけど、こっちは私から見るといまいち。いまいち。あ、もうこっちはもうほんとキャラものだね。キャラものだね。リーメンだけど、ちょっとしほちゃんに合っちゃう。リミどうこれ。でもいい。お、いいんだ。でもちょっとちっちゃいでしょ。ちっちゃいね。うん、氷すごい涼しそう。ここかな。ああ、これしかないか。もう全然ないね。あの、もう一軒見てきたダイソーよりも少ない。やばい。やばいね。さすがにここはもう。やばいわ。はい、終了でーす。ね、これいいよね。その涼しくなるやつ。めっちゃいいこれ。やばい。足に冷たい。うん。めっちゃやばないこれ。めっちゃいいね。25% 値下げとか書いてある。100均でも値下げになるんだ。まあ100円じゃないけどね。ねえ、これどこがさ、ひんやりだと思う？お腹？正解。ここがひんやりね。めっちゃひんやり。うん。よし、じゃあないので行きましょう。はい。さんもちょっと見てみましょう。あ、雑貨屋さんはちょっとクロック形式のものしかないね。あるよ。ん？あ、ちょっとだけピンサンタイプがあるけど。でも絶対大きいね、これ。大きいね。レディースだ。女性用だから。ほら、うん、薄中女ない？そうだね。何サイズ？23サイズ。あ、そんなに大きくはないんだ。大きくないね。私、同じだよ。うん。でもリミは開けないね。リミは絶対ないね。それが良かったな。うん。じゃあ、もっと見てみよう。一応 30% オフで。超安くなってるね。なかなかないんだね。なんか探してみると案外ないね、B さんとね。よかった。うん。何軒目？ダイソー行って、三日月桃子行って、H&M 行って、もう一回ダイソー行った。4軒目？でも違うダイソーなのよ。ダイソーも2軒行ったよね、実はね。で、やっとここがまあ、いっぱいあるかなという。全然なかったんだよね。ダイソーとか、うん、でも私のサイズといったらこの辺だよね。うん、ん？いや、これも可愛いじゃん。リミ、これ履いてみたら？キラキラしてて可愛いよ。女の子っぽい。でもちょっと厚底すぎるかな、リミちゃんに。22だから履けるよ。それか、これ、これも可愛いよ。ラブトキなんだ。いいじゃん。これラブトキなの。私もこれめっちゃ気になってた。リミ履いてみたら、M だったら履けんじゃない？ M。 これ M だよ。こっち M、奥。うん、これ履いてみる？うん。私もこれ履いてみようかな。あ、ピンクもあんの？そう、ピンクね。いい、私めっちゃ気になってた。うん、あ、可愛いじゃん。やっぱり可愛いね。リミ可愛いじゃん。すごい。どう？なんかすごい。すごい？履きやすい？履きやすい。あ、可愛いね、これね。ここタオル地みたいなのか。タオル地ではないんだ。一応なんかビニールっぽい素材だけど柔らかい感じ。あ、柔らかい。しほちゃんピンクどう？あ、可愛いね、ピンク。可愛いでしょ。すごい。
で？ここにね、なんか服っていうのがある。うん、あ、歩きやすいようになんかできてるよね。しかもね、すごいこれが革なの。あっちどこすぎる。そうだね。でこうなっちゃう。これ以外だったらどう？もうこれで決定？早いね。他どんな？どれがいい？もうこれでいいの？一応なんか履いて、他ももし気になるのがあったら履いてみる？ひーちゃんも、うん、それ履いてみる？男の子の。そうだね、ちょっとここでも男の声に気になるんだけど。あ、じゃあせおちゃんそのピンクも履いてみる？男の子。あ、これもブランド？あ、そうだね、セシルマグビーだ。ブランド。ブランドだね。すごいね、厚底だね。そう、見て、ほら、やばいけど、やばいよね、これ。本当すごい厚い。B さんじゃん、B さんみたいな。あ、でも疲れちゃうかもね、これ。うん、リニちゃんはぴったりや、サイズ的にはぴったりだけど。どう？歩けない。歩けない、それ歩けない、今はずるまだあれだから。ちょっとだけ待って。B さん久しぶりに、ね、家になかったもんね。あ、これ履きづらいね。履きづらい？ちょっと硬いかな。 B ちゃん結構幅広なんだよね、こう見えてね。どう？そうなの。やめとく？やめとく、うん、やめとく。なんかきつそうだね、ちょっとね。そう、私なんで幅広なんだろう。この靴もやばかったね。うん、それやめとく？うん、だね、リミね、サイズね。しおちゃんはどうする？私もこれがいいかなと思ってる。うん、リミちゃん、いろんなさ、とこ回ったけど、これがなんか一番しっくりする。うん、かわいい、やっぱり。めっちゃかわいいよね。じゃあ、しおちゃんもこれにしよっか。うん、うん、やった。じゃあ、決定。やっと決まったね。やっと決まった。リミちゃん、自分の靴入りきて。リミちゃん、それで来ちゃダメだよ。本当はね、当初ね、あの、可愛い、あの、気に入ったものがなければ、自分たちで、なんかこう、100均のね、小物を使って DIY しようかなと思ってたんだけど、でもね、気に入ったのがね、見つかったので、これにしましょう。このね、100均2件いったのは何でかと思うと、サイズがなかったの。うん。リミさん、足元が可愛いじゃないですか。足元が可愛いですね。うん、ツヤサイダーですか。はい。父ちゃんはどうしよう、私ね、うん、お水にしようか、うん、ちょっと喉乾いてて、バッチリからね、うん、ちゃんとリンクダメなの。そうだね、うん、ママね、コーヒーどうしようかな。このドトールのコーヒーにしようかな。じゃあ、そう、それ。お、リミちゃんが待機してくれてます。ありがとう。取れた？取れた？一応ココリだ。うん。ありがとう。はい。じゃあ帰りましょう。はい。久しぶりにスポーツドリンク飲みたくなっちゃった。うん。いつもミストちゃんの飲みっぷりをお、いい飲みっぷり。実は喉乾いてたでしょだよね、やっぱこまめに水分補給しないとダメだね。めっちゃ結構喉乾いてた、ね、じゃあ帰りましょう。うん、サンダル、しまむらです。あ、かわいい。めっちゃ厚底だった。どれ、うん、あ、かわいいね。けど、ちょっと暑い。すごい暑いね、これ。やばいよね。やばいね。うん？これ何？これビニールだ。全部ビニールのもあるんだ。ビニールなの？うん。でもなんかちょっと色がね。え、これビニール？白と黒だったらよかったかもしれない。何これサイズ？わかんないな。うん？ M。M だよ、M。M って何？23ぐらいかね。これ絶対使える。うん。で、子供用はこれしかないね。ね。ちょっとこのタイプはね。残念。少しやってみよう。
グミベア。 Sunday that